なぜタイムマネジメントする必要があるのかっていう話結局これを身につけるとあなたは圧倒的に「あの人って仕事ができるね」って人に大変身します。 ちちちいい処理しててたら脳焼き切れちゃううんでスっていうこう網をかけてるんですね守り守り守り今までを維持するって思考に頭を変えちゃうんですよ人間ってそうすると逆効果でラスが当たるからどんどんマイナスになるわけ過去の失敗なんか引きずる意味が全くない全部忘れてる